セクシー綱引き大会。このゲームはセクシー水着に接続された綱を挑戦者の顔につけた洗濯バサミとつないで引っ張り合う綱引きである。制限時間2分でセクシー水着を引っぺがしたチームの勝ちとなる。まずは東軍から代表者を選んでいただきたいと思いますけども、まずは脱がせるためならどんな痛みにも耐えられるジョーダンズ三股。洗濯バサミを持ってきていただいて、どこにつけるか決めていただきましょう。奥までグッとグッと、あった、我慢我慢我慢、動くなっつの、締まりみたいな感じで、はい、チーム真ん中空いています。これは意外と取りやすいかもしれません。さあ行きましょう。頑張れ、頑張れ、どうぞ。お前が痛い、痛いから、全然動いてないよ。体が震えてるよ。頑張って引かないで。彼女の胸が出たい出たいって言ってるのに、お前が動かなきゃこっち動かないから。第2回戦にですね、自信のある人を持ってきて、ね、続いての挑戦者は昭和のリアクション芸を誇る松尾番内。洗濯バサミお願いします。何本、S と M、 SM です。お願いします。どうぞ。わわわわわわ、せせせせ、ご覧ください。こちらですね、ホックがついております。このホックが取れると、なんと中身がポエロンと、いってーお出します。よーい、はいはい、OS、OSさあ、引いた引いた、微妙に引いた、微妙に引いた。松尾肩を使ったナイススイング。デビューとか張ってます。出て出て、あーっと、ちょっと取れた、右の脇が取れた。デビューとか取れた、すみません。さあ、あーっと、残るは両の乳首だけ。おっと、おっと、さあ、何が出るのか、拝んでいる、拝んでいるぞ。痛さを喜びに変えないとこ、出た、どうだ。さあ、残るは左の乳首だけ。マッチョマン松尾の、続く3回戦4回戦と両軍とも失敗。決着をつけるため SM 女王様のブラを先に取ったチームの勝ちとする。5回戦は耳のピアスに洗濯バサミを装着するという赤ピーマン。
千キャロおい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 食べるな揺らすな剣やめやめ剣上上がった気がないっすねあとは大丈夫ですか高い人はわあ佐藤さん、うん、お坊様のようですね落ち着いてますねこれ見習ってください浜さん喋られないの怖かったんですねないのこれね見てるとやるかいけその裏に書かれてある罰をですねどんどん皆さんに仕掛けていきます最終的にですね各チーム誰か一人残ったら最後まで残った方のチームが勝ちとこのようになってますよろしいですねさあそれではまずは浜田さんからパネルを選んでいただきますよ2番どうぞ志村けんの7関係あれへん関係あれへんから勝手でしょわかりましたじゃあ志村けんの7バレーボールいってみようバレーボールまだまだ甘いわこれことの方がバレーボールより敵討ちの方がショック大きいですねさあ松本さんはいはい何番いきましょう志村けんの4何番何で俺の名前厳しい何でかえ松本さんやろあとか4番ですねさあ4番いってみよう SF みたいなそのなんかSF やからね戦車ですよ何さあそれじゃあ行ってみましょう戦車加藤さんじゃあね怒りは長介の6どういうことや怒りは長介わかりませんけど OK 6番オープン何おしろおしろって何よおしろお父さん、これはきつい。お父さん目が血走ってる。おお、おお、大丈夫ですね。オッケー、終了。今一個外れかけですけど、まだギリギリで止まってます。さあ、浜田さん、パネル何番しましょう。10番。えらいちっちゃい声ですけども10番めくってみましょう何でしょうか親衛隊と来ましたねさあそれでは行ってみましょう親衛隊せーのレオンリーロンリーキュアキュア
紙テープのショックで崩れるかなと思ったんですけど。さあ、どれ行きましょう。じゃあ、20番。さあ、20番オープン。ローラーゲーム、ローラーゲーム。Thank you.
もダメということで、あと2人です。もったいつけるな、腹いやいやいや、おいしすぎるやん。そっちの方がいいよな。あれの方がいいよ、俺。パーティー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 。これも抜くのはダメですよ。はい、じゃあ行きますよ。パネルは何番？もうわからないし、14番です。14番。13番。13番。